秋山さん4連勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、4走振り返ってご自身としては納得の走りができている感じですか？そうですね、まあ、2走目の走り以外は、まあ、自分の中では納得できるところかなというふうに思ってます。決勝にあの寺崎さんが上がってきましたけど、お話しされて戦い方はどうなりますか？まあ、寺崎君が前で頑張りたいということなので、はい、僕は番手でしっかり頑張りたいと思います。まあ、G1 の決勝で番手を回るって、なかなか逆にプレッシャーとかも、いや非常にプレッシャーかかりますけども、まあ、いずれ、まあ、その自分も番手戦になると思っているので、まあ、ここで練習するというわけではないですけども、まあ、しっかり気持ち入れて頑張りたいです。最後あの意気込みをお願いします。はい、オールスター優勝できるようにしっかり頑張ります。お願いします。